皆さんこんにちは。お料理の館館長の、霊夢です。同じく副館長の、マリサだぜ。今回はハンバーグを作っていくよ。これはまた王道な料理だな。そうそう、でもハンバーグってお店ごとに違いを感じることって多くない？確かにそうだな。最近、生ハンバーグってのも聞くしな。でしょ？一概にハンバーグって言っても色々特徴があるものなのよ。で、今回はどんなハンバーグを作るんだ？ふっふ、聞いて驚きなさい。今回作るのは、超王道、家庭ハンバーグ、かっこ、私の中で。はい、つまり霊夢が普通にハンバーグ作るだけってことか？つまりそういうことね。今までのくだりは何だったんだよ。まあまあ、もしかしたら私のハンバーグは他の人と作り方が違うかもしれないじゃない。それに家庭ハンバーグはお店のハンバーグと結構違いを感じるものよ。まあいいや、じゃあ、材料を教えてくれ。材料はこれよ。まあ、正直スタンダードだと私は思っているわ。というわけで早速調理していきましょう。まずは玉ねぎをみじん切りにしていくよ。私はハンバーグの玉ねぎはあまり目立ってほしくないので、結構細かく切っていきます。こういう刃の方が反ってる包丁はみじん切りがやりやすいんだよね。うん、まあこのくらいかな。次は玉ねぎを軽く焼いていくよ。フライパンに大さじ1杯油を入れて、玉ねぎを投入します。玉ねぎ全体に油が回るまで混ぜていくよ。ちょっとしなっとするまで炒めたら別皿に移して粗熱を取っておきます。次はパン粉牛乳を作っていくよ。パン粉牛乳に浸しておくだけだな。うん、これでハンバーグがボリューミーになるよ。さて、いよいよこねる作業に移っていくよ。ボウルの底を氷水で冷やしながら粒感がなくなるまでひき肉をこねていきます。冷やすことで肉の油が溶けづらくなってハンバーグを焼いた時よりジューシーに焼き上がるんだぜ。粒感がなくなったらここに、塩、胡椒、ナツメグを入れて、粘り気が出るまでこねていきます。粘り気が出てきたら、さっき炒めた玉ねぎ、パン粉牛乳、卵を入れて、全体がしっかり混ざるまでこねていくよ。トロッとしてきたら肉ダネの完成。次は肉ダネをハンバーグの形にしていくよ。手に油を塗って肉が手にくっつかないようにしたら、ハンバーグにする分の肉ダネを取って、左右の手で叩きつけて空気を抜きます。まあ、10回くらい叩けばいいかな。あとは楕円形に形を整えて、真ん中にくぼみをつけたら完成ね。まあ、今回くぼみつけ忘れたんだけどね。さーて、焼いていきますか。フライパンに油を敷いて、ハンバーグをドーン、中火で3分くらい焼いていきます。3分焼いたらひっくり返してもう片面を2分焼いていきます。うお、すげえいい焼き色じゃんか。どう？完璧な焼き時間でしょ。うーん、早く食べたいぜー。あ、そうそう、ひっくり返した時点で、もうハンバーグには極力触れないようにしてね。中に閉じ込められた肉汁が出てきちゃうからな。オーケー、片面が焼けたら、火を弱火、フライパンに蓋をして5分間蒸し焼きにして中に火を通らせていくよ。おお、肉汁が溢れ出てきているぜ。めちゃくちゃうまそうじゃん。ハンバーグはこれで完成だからお皿に移しておいて、この肉汁を使ってソースを作っていくよ。とは言っても、フライパンの焦げを大体取ったら、ケチャップ大さじ3、ウスターソース大さじ1杯と半分、醤油を大さじ1入れて、煮詰めながら混ぜたら完成なんだけどね。あとはハンバーグにソースをかけて、付け合わせにベビーリーフとトマトを乗せたら、ハンバーグの完成。どう？私特製ハンバーグ、結構自信作なんだけど、大ぶりで食べ応え抜群だし、付け合わせはさっぱりしていてバランスがいいな。やっぱりハンバーグには付け合わせも重要よね。焼き野菜とかポテトサラダなんかも定番でハンバーグとよく合うよね。冷やしながらこねたから肉汁もたっぷりだし、この工程はぜひ飛ばさないでやってほしいぜ。というわけで今回はここまで。それでは皆さん、お疲れー。